にちは。プリスキラ TV JPN です。今日の材料は、これはアメリカ産の牛肉です。それから玉ねぎ、ルッコラ、これだけです。フライパンが温まってきたので、オリーブオイルを入れます。お肉を入れます。玉ねぎを入れます。少しまだ赤いですけど、調味料を入れていきます。マキシマムです。これカルディに売っているはずなんですが、カルディでも置いてないお店さんあります。焼肉のタレ、はい、火が通りました。こんな感じ。盛り付けてまいりましょう。完成しました。今日はアメリカ産牛肉を焼肉のタレとマキシマムで炒めてみました。ルッコラは召し上がる時に一緒に食べていただくと、ごまの風味がして美味しいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。